ことわざ、古事今源。悪に強ければ善にも強し。意志が強くて、気力の旺盛なものは、善にも強ければ、また反対に悪にも強いということ。凡人は大して良いことをしない代わりに、あくどいこともしない。昔、説教坊主というものがいた。戸締まりのルーズな家に押し入って、お前の家は不用心だ、と説教しながら、強盗を働き、悠々と引き上げていった。とうとう捕まって、服役中に悔い改め、その後防犯協会顧問として再出発。自分の教えた手口を今度は防犯のために説教して歩いた、というお話もあります。